オッケー、声もオッケー。
願いします。さあ、開けましたね。皆さんは年末年始楽しかったですか？仕事だね。はい、何話そうとしたんだっけな。あ、ツイッターやってるので、ぜひ今日曲いいなとか、なんか気になるなって思った方、ぜひフォローして絡んでいただけたら嬉しいです。と、実は私今日誕生日イブなんですよ。ありがとうございます。その貴重な今日に集まっていただき、本当にありがとうございます。いつも応援してくれる方、初めましての方、どうぞ今後ともよろしくお願いします。はい、それでね、誕生日イブということでね、あさって1月9日日曜日にお昼11時から五反田 G5 で生誕バースデーイベントを開催させていただくことになりました。ぜひ遊びに来てください。前世の曲も歌います。前世があるんですよ。あの、スピリチュアル的なあれじゃないよ。リアル前世なんだろう。ちょっと日本語おかしいね。喋るとバカがバレちゃう。はい、そして、1月15日に三軒茶屋ヘブンスドアさんでライブをやらせていただくんですが、今日そのチケットを持ってきておりますので、ぜひ興味のある方、今日はあのこのライブ終わったら私すぐ次のライブに行ってしまうので、ステージ降りたらぜひ声かけていただけたら嬉しいです。よろしくお願いします。こんな感じで大丈夫かな。はい、いいですか。30秒じゃなんか喋れないな。あ、私の大好きな麺や心がすぐそこにあるので、私今日食べれなかったから、なんか近く来た時みんな食べてください。一番大好きなラーメン屋さんです。よろしくお願いします。ちなみに従業員ではありません。はい、では最後の曲お願いします。